はい、ユッキーです。そうだな、まあいいか。はい、こちら今回今日買いましたのが、Amazon で、こちらが、ブリタの最近話題の、水道水を洗浄する、機械っていうかあれです。これがだいたい確かね、2000円ぐらい、1800円ぐらいだったかな。うん。を、購入しました。こちらが 3.5 リッターで、となってます。美味しい水、浄水器ですね。紅茶やコーヒーの風味がアップ。家電が長持ち。環境に優しく便利。ドイツの品質とデザイン。と書いてあります。1個のフィルターカートリッジが、入っていると、いうことです。後ろに、裏に書いてあります。フィルターの働きで飲料水、コーヒー、お茶、お料理に最適な水を提供。ヘルシーな料理に最適。紅茶やコーヒーの風味がアップ。家庭用品に水垢がつきにくくなります。ご飯もさらにふっくら美味しく。まろやかで美味しいブリタの水。環境に優しく、便利で経済的。こちらはですね、この1個のカートリッジで、200リッターの、まあ、水を洗浄できるということで、いうことです。つまり、俺は、まあ、いつも、まあ、ね、まあ、俺、東京の、足立区に住んでるんですけど、ウイスキーとかを、水で、トワイスアップで飲むときに、まあ、よく使うんです。なので、まあ、ミネラルウォーターは、2リッターのやつね。うん。よく買って飲んでるんですが、こちら、それがこちらなんですよ。はい。こちらがなんとめちゃくちゃ安くてですね、なんとこちら、たったの50円です。2リッターで50円。48円だったかな？税込みで50何円です。52円です。だがしかし、それよりは圧倒的に、こちらの方が経済的ではないのかということで、はい。購入してみました。はい。で、説明書がですね、あ、入ってた。説明書が入っております。じゃーん。ね。まあ、こんな感じで。明らかに経済的ではあるんですよ。うん。2リッターが、確か値段として確か、2円ぐらいだったっけ？なるほど。まず、まずは本体の洗浄、水受け部とポットを、洗えと書いてあります。なんかすごい、これ、ここな、何これ？なんかすげえのついてる。なんだこれ？液晶？液晶画面がついてる。ブリタを買ったら、まず登録って書いてありますね。300ポイントもらえるらしいです。登録するなら今がチャンス。あ、これ液晶メモらしいの。交換用の、ここに液晶がついてるんですけど、これが、交換用の、メモらしい。で、
おそらくこれが、何なんですかね。あ、交換時期を、カートリッジの交換時期を、お知らせしてくれるらしいです。なるほど。東芝。で、こちらがこのカートリッジ。また、多分活性炭とかなんだかとかいろいろ入ってるんですよ、ね。こんな感じ。で、これとこれを洗うらしい。うん。水受け具とポットをまず洗います。これと、これとこれか。蓋はなんか、まあ洗っても大丈夫だ。参りました。そしてブリタスマートライトが蓋部分に搭載されたモデルのお使いの場合、蓋を洗浄する前にブリタなんとかかんとかわかんとか、あ、これ違うっぽい。ん？何これ？あ、多分違う。これ関係ねえわ。洗浄したポットに、水を注ぎます。で、フィルムからカートリッジを取り出して、水に浸して、静かに振って気泡を取り除きます。そして、このカートリッジを取り出して水を捨てます。これを洗えってことです。うん。まあ、これは活性炭とかの、まあ、カートリッジ。まあ、これを洗いなさいと。洗います。多分こっちだね。
まあ、水に関してはですね、東京は基本的にまあ、水まずいんですけど、ただ、まあ、新潟に比べたら圧倒的にまずいんですが、まあ、最終的に慣れます。普通に飲むようになります。うん。これを、これ何？前、後ろ？どっちだ？あ、こうか。じゃあ。よし。これセッティングして、そして、カートリッジを、中に配置する。カートリッジを、はい、でこれをセッティング。これは前後ろ関係ないみたいですね。うん、関係ない。よしと、よし。でブリタコポット型洗浄水に、注水する。よし。この中に水を入れます。ね。水道水入れまーす。マジで。はい、水入れました。じゃーんと、そしてこれが水が、下に流れ落ちております。ここがこう、パカって開くやつもあるみたいですね。うん。まあ、種類が多分何個かあるんだ。あ、うん。はい。そして、これが1回目。で、もう一回、これを、この出たやつは捨てます。二回捨てるらしい。で、三回目から、飲みます。飲めます。ということで。三回目に水を注ぎ入れた時点から、新鮮で美味しい、ブリタの水が飲めます。と書いてあります。なるほど。にゃるほど、にゃるほど、にゃるほどね。そこから問題なんだよ。完璧に。
一番の問題です。まずは水道水と、先ほどの、俺がいつも飲んでる、水。だね、あれ、ウイスキーとかで使う水。まあ、あと氷でも使うんですよ。氷に、あれで製氷機に入れて、ね、ミネラルウォーターね。と、そしてこの、ブリタの水。これ飲み比べるということで、はい。ここはもう俺の味覚ですから、はい。まあ、ウイスキーとか酒でも、ね、とんでもないほどの、少なくとも、ボーモアのね、マスターブレンダーが圧倒的に味覚が、敏感なんで、100% 上がると思います。はい。で、ここに関しては、おそらく他のレビュー、YouTuber で、レビューしてる人多分いっぱいいると思うんですが、ヒカキンとかね。簡単にうまいと言うと思うなよ。簡単にうまいと言うと思ったら間違いだぜ。ヒカキンなんてあいつうまいしか言わねえからな。あいつは。もうレビューもクソもあったもんじゃねえよ。ただ単に企業案件でうまいしか言えねえようなクソだよ。クソ人間。もうだからレビューする価値ないですね。だって何やっても金さえもらえればうまいしか言わねえんだから。あと他の酒レビューとかしてる人、あれうまいしか言わないですから。そんな奴らと同じにしてもらっちゃ困るんだよ。俺は。これあれ何？どうしよっか。そう簡単にお前うまいって言うと思うなよ。俺はそんじょそこらの、タンピーとは、タンピートロットとはあれだぞ。味覚のレベルがな、もう、すごい違う。これ何なんだろうな、これ気になるんだよな、これ。この液晶部分がさ、ま、ここにスタートっていうボタンがあるんですよ。で、パーセント、って書いてあって、75、50、25って書いてあるんです。これは何なんでしょうか？液晶メモはバッテリーを使用しており、使用年数は約5年間です。電池が切れたら各自治体の、規則に従って廃棄してください。と書いてあります。いや、なるほど。そして Amazon で、購入したんですが、その時に書いてあったのが、ちょっと見てみますね。これね、二つ種類あって、値段が、どっちもほぼ同じなんですけど、むしろ高いですね。うん。これがね、容量2リッターなんですよ。で、1.3 リッターのやつもあるんです。で、1.3 リッターのやつの方がなぜか高くて、1980円。で、これの2リッターのやつは、1874円となってます。で、これ2リッターって書いてあるんですけど、2リッターっていうのは、ここの部分とここの部分を合わせた、容量が、2リッターなのではなく、ここの部分、この浄水部分が、2リッター。で、ここの部分を含めると、3.5 リッターなので、ここの部分が 1.5 リッター。こっちが2リッターってことです。となっております。カートリッジ1個で水200リッターをろ過。2リットルのペットボトル100本分。1リッターあたり約7円と経済的。
と書いてあります。ああ、カートリッジの交換目安は約2ヶ月と書いてあります。液晶の部分が教えてくれるらしいですよ。ああ、なるほどね。おっほっほー。ちょっと待てよ。ちょっと気になるな。カートリッジ1個で200リッターろ過って書いてあるんですけど、カートリッジ自体は、まあ、別に売られてるんですけれど、だいたい1つカートリッジがアマゾンだと、1つが1479円。で、2つで1709円。3個で2960円。4個で3880円。となっており、だいたい1500円ぐらい。一つ。1500でしょ。終了しましたね。これは捨てます。まあ、俺も、炭酸水はマニアなんで、いろいろ飲んできましたけど、まあ、ぶっちゃけた話、水はあんま飲んでないんだね。ミネラルウォーターはね。これおかしな話ですね。まあ、いいか。アマゾンの場合、カートリッジが1個、2個、3個、4個で、値段違うんですけど、これ2個を2個買った方が4個よりか安いっていう、この、2個が1709円なんですよ。で、カートリッジ4個が3880円なんですけど、カートリッジ2個を2個買った方が、だいたい、3400円ですよね。500円近く安い。まあいいや。まあ一つ1500円として仮定して考えると、1500円で200リッターでしょ。200リッターだったよね。1500で200リッター。あれ？どこ？ 200 リッター？あ、200リッターです。200リッター。で、俺があれ50円ぐらいで売ってるんで、あれを考えると、50×100 で、5000円かかる計算です。あれだったら5000円です。ね。ミネラルウォーター1個、2リッターのやつ50円でも5000円かかってしまう。だがしかし、なんと、このブリタの場合、2リッターあたり、約、7円。ということは、7×、200。1400円
ね。だからカートリッジ1個がだいたい1500円近くで、2個だったらなぜか2個がとんでもなく安いんですよ。1個1479円なのに対して、1個が、あ、2個がなんと1709円なんですよ。うん、約250円ぐらいしかプラスされてないんで、これ2個買った方がいいですよ、これ。2個買った方がいいですよ、これ。3個もおかしな話で、これ。3個約3000円で、4個は3880円なんで、これ。これ何を考えたのか、意味がわからない。これだからこういうのわかんないやつは、バカだから調べねえから、まあ、搾取されるんだろうな。バカは搾取され続けんだよ。この液晶は何なんだろうな。液晶。ああ、なるほど。これは、単純に、これ時間の計測です、多分。これをね、スタートをね、ポチッ、押すと、お、なんだ、今なんか出たぞ。あれ？あ、長押し。これは長押しですね。いきますよ。一、せーの、で。これ。よし。ね、ここに、四つ？うん。これ、ただの時間計測ですね、おそらく。8週間を教えてくれるらしい。うん。ああ、そうですね。各バーは2週間の使用可能残量を表します。うん。で、この1つのカートリッジが約8週間。なので、2週間ごとにこのバーが1つずつ消えていく。で、どれだけ残ったかがわかります。すべてのバーが消えて、矢印が点滅し始めたら、カートリッジ交換してください。いうことですね。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。いや。今日は来訪客が多いな。
はい、ということで2回目終わりました。これを捨てます。で、次からは飲んでも OK。まあ多分これ全部出尽くすのが多分5分ぐらいかかるのかな。うん。まあそこら辺はあれですよ。うん。まあ若干、まあ、仕方ない、致し方がないと言いますか。うん。まあ、これあれコーヒーのドリップみたいな感じね。コーヒーの。これが、これ水道水。で、よいしょ。こっちが、ミネラル、ウォーター。ね、ちゃんとあれですよ。賞味期限あと1年以上あります。これがミネラルウォーター。いいか、俺絶対あれだぞ。これまずかったら俺速攻返品するからな。俺まずかったら、あーこれ水道水と全然変わんねえわってなったら。水道水と全然変わんねえわってなったら、ぶっちゃけた話、マジでクレーム入れる。もはや。もはやクレームを入れる。それはクレームは、いや、アマゾンにクレーム入れるんじゃなくて、このブリタの会社にこういうクレームを入れます。当たり前だよな、お前。水道水がね、美味しく飲めるって、ほとんどミネラルウォーターと同じ値段でね、同じレベルで飲めるっていうのを売りにしてんだから、これでまずかったら、当たり前ですよ、クレームは。それがお前あれだろう。それなんかクレーマーとか言うやついるけど。まああいつらほっとけ。そういうやつはほっとけ。うん。これ5分以上かかるな、これな。まあええな、もうこれ。ここに直接入れるか。俺はね、本当に氷にはこだわってるんですよ、氷には。だから、俺が自分で製氷機で作ってるんですけど、蓋付きの、ね、製氷機、製氷皿。で、使う水は全部ミネラルウォーター。うん。だから氷は絶対冷凍庫の中自体が結構汚いんですよ。で、風とか当たると、汚いというか汚れとかがついちゃうらしいんで、蓋付きをおすすめしてます、僕は。もういいか。パッ。よし。
それじゃあ。それじゃあ皆さん。乾杯、まあ、いや、これ、とりあえず、これ水道水。水道水乾杯。基本的に薬とか飲むときはもう全部水道水で飲んでるんで、これは普通です。もう足立区に来てからもう3年以上経ちますんで。4年近くか。4年経つか。4年経ったか。うん。こんな感じね。うん。ミネラルウォーター。まあ、やっぱ味がまろやかですね。うん。うん。トゲがない。うん。さあ、問題のこちら。いただきます。まさか。バカな。え？ほとんど変わんねえ。ほとんど変わんねえ。マジか。な、バカな。そんなわけないよ。俺冗談でアマゾンでクレーム入れるって言ってたら、マジだ。ほとんど変わんねえ。いや、まあ、確かに若干は違うんですよ。若干は。うん。うん。確かに、若干っていうか、これのミネラルウォーターと、水道水のちょうど中間ぐらいの感じ。味としては。まあ、若干まろやかにはなってるんですよ。うん。でもね、やっぱ塩素臭さ。ああ、でも、やっぱ塩素臭さもだいぶなくなってはいるんですが、半分この中間ぐらい。所詮その程度っていうことです。うん。やっぱね、全然残ってるんですよ、塩素の。塩素の風味。うわ、マジかよ。マジかよ、これ。ああ、もう。マジで？そんなはずないよ。おかしいよ、これ。絶対。バカな。バンナソかな？ここに書いてありますよ。
50年以上の経験に基づいた品質保証。え？変なマーク。変なマークがついてる。そして 100% 満足保証。売りた製品保証って書いてある。30日以内であればご購入代金を払い戻しします。浄水器から、浄水器とともに購入先の領収書またはレシート同封して、返品の理由、名前、電話番号、ね、うんたらかんたらって書いてあります。ふざけんなよ、マジで。舐めやがって。いいか？これ言っとくぞ。もともとそもそもこの、まあ、水道水。これあれですよ。東京都の水道水っていう、まあ、そこがまずそもそも、まあ、まずい。これが、まあ、これが、新潟のね、水を浄化して、とかだったら、まあ、まあまあってなるでしょ。でも、そもそも、もともと新潟の水ってそもそもうめえんだよ。で、これ多分、さっき言ったヒカキン。ヒカキンも、多分飲んでると思いますよ、これ。レビューしてるんじゃないですか。どうすか？誰か俺見ねえから、あいつの嫌いだから俺見ねえから、あれ、誰か見てきて、評価、教えて。うん。そうだな。絶対だぞ。絶対、あいつ金もらってっから、ブリタからこれもらってんだよ。だから、絶対、おっとか言って、過剰に過剰なこの反応。全然違うとか言うよ。いいか？これ絶対だぞ。ヒカキンはほぼほぼうまいとしか言わない。企業に案件が来てっから、絶対金もらってる以上、うまいしか言えないんです。絶対。つまり、俺がこれ、企業案件受けてない証拠です。ブリだから俺に企業案件来るはずないけどな。大体。うん。ということでした。うん。金道具ですね。これは一つ星、買う価値なし。それでは皆さん、バイビー。